海道プレゼンツおもくるラジオ、今日も友が来る。はい、どうも皆さんこんにちは、ようです。はじめまして、福です。はい、第10回目のおもくるラジオでございます。今回は福さんと一緒にお届けをします。皆さん急に福さん登場して誰ってなってるかもしれないんですけど、実はこの YouTube を始めた最初の時からずっと動画編集を担当してくれてるメンバーです。いつもマジでスーパー助かってます。はい、そうなんですね。今日は代打ということで、編集だけやってるつもりだったんですが、ちょっと出ることになりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。あと今回はゲストで渡辺さんにも来ていただいてます。まあ、後ほどライブラリーの話なんかも聞けたらと思いますんで、よろしくお願いします。ウィース。はい、ということで今回は楽しくねやっていけたらなと思います。このラジオでは他の企画ではあまり話せないようなあれやこれやをゆったり話していって、オーライドの雰囲気を伝えられたらいいなと思っています。はい、こんな感じでね、ゆるく話していきますけれども、その中でホーライドのイベント情報なんかも、お話ししていきますので、ぜひお聞き逃しなくと思っております。ということで、今回はこのコーナーから入っていきましょう。こんな本知りませんか。はい、このコーナーは皆さんからこんな本知りませんかってお便りを募集して、それに頑張って答えていこうというコーナーです。私たちでこれだっていうのがあればいいんですけど、まあ、なかなか浮かばないことも多いかと思いますので、こちらは視聴者の皆さんにも ご意見を募集したいなと思ってます。お便りに対してこれなんかどうかなというのがあれば、ぜひあのコメント欄ですとかお便りで、投稿いただけるとありがたいです。じゃあまずは前回の募集に対して皆さんからいただいた答えをいくつか紹介していきましょう。トモクルネームあいにくの晴天さんからです。こんにちは。今回のこんな本知りませんかの知らない世界を覗き見れる本として、下村敦史さんのハントはいかがでしょうか。主人公が中国語の通訳捜査官という特殊な職業の警察ミステリーです。通訳捜査官は取り調べ時の通訳に加え、捜査、捜索などの現場でも活躍する職種なのですが、この本を読んで初めてこのような仕事があるのだと知りました。もちろんミステリーとしても手に汗握る面白い作品となっていますので、おすすめです。なるほどね。中国語系、なんか下村敦史さんってね、結構中国語系の本を書いてるんですか。なんか僕別のやつも中国、なんだっけ、残留みたいなやつ、あ、ね、なんだ、ね、闇に香る嘘っていう本があって、目見えない人が自分の出自をたどっていく話なんですよね。でそれが結構中国残留孤児の話で、結構中国絡みの話だったりしたんですけど、まあそういうのも結構中国系強い方なのかもしれないですね。まあ、違ったらごめんなさいって言うんですけど、はい、ごめんなさい。じゃあ次お願いします。はい、ね、トモクルネームひげを剃るそして夢を見るうさぎさんからいただきました。パーソナリティの皆さん、こんにちは。新年度始まりましたが、いかがお過ごしでしょうか。はい、さて前回のお探し本、特殊なお仕事、世界を描いた本ですが、こんなのはどうでしょう。路地裏のあやかしたち、あやくし横丁加納兵具店、雪田直之先生の作品です。ある経緯で兵具師の女性に弟子入りすることになる男子高校生が主人公のライトミステリーです。でも題名通り主人公以外の登場人物はほぼ人ではありません。ここに登場する兵具師とは掛け軸や襖などを作る人なのですが、普段気づかないけど確かにこういうお仕事があるんだなと思いました。物語の中ではそんなお仕事の具体的内容も出てきて、へーと思います。また物語の内容的にはあやかし好きの人もミステリー好きの人も楽しめるお話だと思います。なるほど。今度は兵具師ですね、出てきた仕事としてね。そうですね、確かにないと生活できていませんね。うん、確かにね、気づいたらそこにあるからね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。はい、続いて、トモクルネーム水色ラッコさんからいただきました。特殊なお仕事を描いた本として丸山正樹さんのデフボイスシリーズを紹介します。主人公の新井は手話通訳士という日本語の音声と手話を通訳して、聴覚障害者と聴者、耳が聞こえる人との橋渡しをする仕事をしています。そんな彼が関わる事件を描いた社会派のミステリーシリーズです。このシリーズに限らず、丸山さんの作品は社会的マイノリティの人々にスポットライトを当てたものが多く、自分が彼らに歩み寄れることはないのかいつも考えさせられます。なるほどね。今度は手話通訳士、
ですね。通訳でも中国語とはまた変わりますよね。そうね、手話の方ですからね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、トモクロネーム岡田さんからいただきました、うん、特殊な世界お仕事を描いた本ですが、母木木法生さんの作品に国土、国家の国にブロンズの銅、うん、国土という奈良の大仏を作った職人のお話があります。奈良時代にあの巨大大仏を作ったのってすごくありません、うん、主人公はもともと銅山の甲府でしたが大仏作りに抜擢されます、うん、海の苦しみも多いのですが終始明るいテンポで壮大なプロジェクトが描かれています。はい、これは奈良時代の話、歴史小説にあたるんですかね。そうですね、うん、はい、じゃあ次が最後かな。トモクロネーム人間の言葉をしゃべる豚さんからいただきました、はい、前回のウォンテッド本ですが BL の世界を知れる本としてグラップラーバキは BL ではないかと1日30時間300日考えた乙女の記録ご紹介します。なんだそれはい、はい、男の子はみんな大好き格闘漫画の名作バキを BL の観点からものすごい熱量で語っています。オスの私からすると BL はあまり興味がない分野ですが、作者も意図していない些細なシーンからキャラクターの心理を妄想する過程にはキャラ読み勢としてとても共感できましたキャラクターたち特に克実への愛が溢れているのでバキ好きの男性にもおすすめの一冊です。なるほどね、このね、こう特殊なお仕事シリーズできたのの最後を飾るのが BL の世界を知るということでねいい感じじゃないかと思います。はい、ということでありがとうございます。はい、ということで、まあ、ぜひね、気になる本があれば読んでみていただければなと思います。ということで、じゃあ今回新たに募集するお便りの紹介に移りましょうか。はい、トモクヨネームイノシシさんからいただきました。最近時代小説を読むようになりました。史実よりストーリー重視で読みやすい歴史小説を知りたいです。はい、ということですね。史実よりストーリー重視っていうところが、まあ多分あれですよね、こう最近読むようになったから世界観にスッと入りやすいやつがいいなっていう、そういうことなのかなと思いますけど、福さん何かあります？そうですね、歴史と時代はちょっとずつ違うんですが、うん、歴史小説だと8本目の槍っていう今村翔吾先生の本は、はいはいはい、志津ヶ岳の七本槍プラス最後の一本を描いている作品です。八本目って誰なんですか？八本目はですね、石田三成。あ、石田三成は八本目で数えるんですね。そうですね、裏方の石田三成がいたから七本が活躍したんだよっていう。あ、いい視点ですね。なるほど。渡辺さん何かあります？そうですね、あ、歴史小説に分類されるか分かんないんですけども、永遠のゼロはすごくおすすめですね、うんうんうん、だちょっと読んだの結構前で、面白いという、記憶しか残ってない詳細あんまり覚えてないので、うん、ぜひ読んで読んでみてください。そうですね、はい、まあ、あれね、第二次世界大戦中の、海軍所属の、戦闘機乗りの話でしたかね。そう、戦闘機、戦闘機乗り、大日本帝国海軍じゃなかったかな。まあちょっと詳細海軍とかちょっと忘れちゃいました。あ、そうそう。なんかね、確かね、ミッドウェー海戦での作戦のミスとかの話とか出てきてね、結構印象的だったなと思って。まあそういう歴史を舞台にした話ではあるし、ただストーリーのメインのストーリーがその戦闘機乗りがこうなんだっけ、なぜ絶対に生きて帰ってきたかっていう特攻とかを結構ずっと拒否してた人なんですよね、確かね。そうでしたね、うん、で絶対生きて帰ってくるっていうところで、それはその行動には何があったのかっていうのを孫ぐらいの世代の人が探っていくみたいな、そういった話だったかな。若干ミステリー、そうそうそう、なんかそういう、うん、視点で読むとすごい面白いので、まあ歴史舞台だし良さそうですよね。はい、で、まあ、私も一応あって、これね、私もすごい昔に読んだ本だからちょっと詳細忘れちゃったんですけど、秀頼西へっていうミステリーがあって、まあ、豊臣秀吉の息子ですね、が、
あの大阪の陣で負けて、あの西に逃げていく話、ちょっと史実とは違うことを描いているんですけど、まあ、どうやって逃げていったのかで、ちょっとね、あの源義経がモンゴルに逃れてチンギスハンになりましたみたいな、あんな感じの結構、まあ、壮大な妄想のもと書かれたような作品だったような気がしてます。確かそういう歌が、うん、確かあって、秀頼が、うん、真田幸村に連れられてみたいな歌が確かオリジナルだと。そうそう、なんか結構ね、その時代の人で、あの豊臣側の家臣たちってあんまりみんな知らないと思うんですけど、多分ここで大野春長とかそういう人たちが結構活躍したりとかするのでいいし、まあ、すごいミステリー仕立てなんで、その辺の時代背景分かんなくても面白いかなと思ってます。はい、ということでですね、まあ、我々からはそんな感じです。まあ、改めて募集する本としては、まあ、時代小説最近読み出した人におすすめの時代小説ですね、といったものがあればぜひ皆さんもコメント欄ですとかお便りでいただければなと思います。以上、こんな本知りませんかでした。はい、次はこのコーナー行きましょう。蓬莱堂ライブラリー紹介。はい、前回だか前々回あたりだかにですね、まあ、蓬莱堂の蔵書管理システムがついにできたよみたいな報告をさせていただいたと思います。今回はそのシステムを一人で作り上げてくれた渡辺さんに来ていただいて、まあ、システムの概要とか作っていって大変だったとことか今後の展望とか、まあ、そういったことを聞きたいなと思ってるんで、渡辺さんお願いしますね。はい、はい、お願いします。まあ、なのでまずはあのその蔵書管理システムで何ができるようになりましたかっていうところから、じゃあ説明お願いしてもいいですか。はい、蔵書管理システムの概要はですね、蓬莱堂ライブラリーには約1300冊ぐらいの本があるんですけれども、うんうん、まあ、その本を、管理しているシステムでして、まあ、本の検索であったりとか、最近新しく追加された本が見れたりとかいう、システムになっています、うんうん、確かあれですよね、そのジャンルごとにタグ付けとかされてて、あ、そうですね、それごとに見れたりとかもするんですよね。はい、うんうん、はい、そもそもこのシステムを作ることのきっかけって何でしたっけ。きっかけはですね、なんかウェブサービスを作りたいなと個人的に思っていたところ、たまたまあの蓬莱堂で、本がいっぱいになってきて、これなんかうまく管理できないかなみたいなことが、うん、あの話題として上がってきてですね、うん、まあ、それがきっかけで、じゃあせっかくならあの蓬莱堂ライブラリーをウェブシステムとして作ってみようというのがきっかけです。なんかいざ作ろうとして、まあ、やってみていただいて、ね、結構もともと想定してたよりちょっと時間かかってやってたかなと思うんですけど、なんかこうこの辺が大変だったとか、逆にこの辺楽しすぎて作り込んじゃったとか、なんかそういうのってあったりしますか。いっぱいありますね、うん、大変だったこといっぱいあります、ね、あ、本当にぜひ教えてください。楽しかったこと先に言いますと、楽しかったのは、まあ、あのシステム作ってるときは基本的に楽しくて、なんかこういう、本を検索する機能とかを、まあ、自分でこうプログラミングしてるときは楽しかったんですけども、まあ、一方大変だったことは、まあ、そもそもどういうシステムにしようかとか、あのどういう画面を作ろうかとか、そもそもの設計を考えるところが大変だったんですよ。ああ、なるほどね。あと、まあ、どこまで作り込むかっていうのも、うん、結局伸びた原因の一つなんですけども、うん、まあ、作ろうと思ったらいくらでも作れるんですけども、うん、まあ、それをどこまで作るかどっかでこう決めないといけなくて、まあ、そういうのも大変だったのと、あとさっきこのシステムはジャンルで一応検索する機能があるんですけども、ミステリー本、この本はミステリー本ってこう分類するときできるんですけど、それ最初にみんなで頑張って本を分類して登録したんですけど、その作業まあ、楽しかったですけども、すごく大変でしたね、うん、あれね、大変でしたよね。あれは大変でした。特になんかミステリーはなんかむしろちょっと分かりやすくて、結構その
本の裏にミステリーって書いてあったりとかするし、これ結構謎を明かしていく系だからミステリーでいいんじゃないかなみたいなのが言いやすいんですけど、はい、もうこれは何のジャンルだってやつが結構ね、はい、ここ普通に心温まる系みたいな話が、だから大体ヒューマン系になる。そうそうそう、それはヒューマンなんじゃないかみたいな、ヒューマンって何みたいなので結構ね、その意外とみんなジャンル認識ってみんな人それぞれバラバラなんだなということも感じられてね、はい、楽しかったですよね、はい、3、4時間ぐらいかかった記憶があります。もっとかかった記憶があります。3、4時間出てきたのはすごいな。結構そうそう、ね、本から棚全部出して積んで、そうそう、あのバーコードで読み取りまくってみたいな。棚卸しみたいな。そうそうそう、はい、もう物理って棚卸し物理って感じですね。はい、なるほど、ありがとうございます、うん、最後にこのライブラリは会員向けのサービスということになっていますが、今後つけたい機能とかどういう風に使ってほしいみたいなイメージはありますか？そうですね、個人的につけたいのはなんか感想を書く機能をつけるかなと。ドキュメーターとだいぶ近寄ってくる感じですね。そうですね、うん、もともとこれ出るか分かんない、もともとなんか感想の文章をなんか使って、何でしょうね、なんか性格分析みたいなできたらいいなみたいなのを考えたことがあって、そういう話もしてたんですけど、うんうん、まあ、なんか読書メーターの感想文が読書メーターのルール上勝手に使っちゃダメみたいな、うん、スクレーピングしちゃダメみたいなのが使えなかったんですけど、まあ、だからまあその感想を書く機能とか、うんうん、ですかね。なるほど。どういう風に使ってみたいっていうのは、まあ多分単純に検索機能が便利だと思うんで、検索するのに使ってもらえたらそれが一番、うんうん、メリットかなとは思います。はい、あれですかね、その感想を書いたら、要はそのオーライドライブラリーの中に、まあ、みんなが読んだ感想がパーって溜まっていって、でそうすると例えばその1冊の本について感想がこう10件ぐらい溜まったら、その感想の言葉を分析をして、こういう感じに思う人が多いとか、あ、こういう人に読まれてるとか、そういうのが出てくるみたいな感じですか？ああ、そうです。まあそれも一案です、うん、それは多分本に対してこういう傾向があるっていうなんでしょうけども、うん、逆にその人の書く文章からこう性格分類するみたいな技術がすでにあって、うんうんうん、人単位で見ると同じ人がこういろんな本に対してこう感想を書くじゃないですか、うんうんうん、それを集めるとこの人はこういう傾向があるみたいな、うんうんうん、まあ、人単位の分析ができたり、うん、へえ、じゃあそこからレコメンドとかもできるかもしれないですね。面白そうですね。できたらすごいかっこいいですよね。だからそのホーライドライブラリーに感想を書き溜めていけば、ね、そういうじゃあこの本とかどうですかっていうレコメンドが出てきて、でこうやってまあ Amazon とかとは全然ね、その分析の手法が違うから、多分 Amazon のおすすめとホーライドライブラリーのおすすめで結構結果が違うみたいな感じになったりして良さそうですよね。うん、まあ、壮大な夢です、うん、まあ、いや、ぜひ、まあ、多分やんないですよね。やんねーよ。やってくださいよ。楽しみになったね。せっかくここで喋って、まずみんなが感想をこう書くところでデータ貯めるところが大変。まあまあ結構ね、データ蓄積するのは相当時間かかりますからね。まあでもそれ蓄積、まあだからまずはそれをねできるようにして、でデータ蓄積してる間にその分析の仕方とかを整備していく感じですよね。いや全然私はすごいやってほしいですけどね。うん、はい、気が向いたい。はい、はい、ありがとうございます。まあ、なのでぜひ皆さんもシステムからね、ホーライドの通称検索したりとか、まあ、そういうことが簡単にできるようになってますんで、まあ、これはホーライドの会員になったら、確かユーザー登録できるんでしたっけね。そうです。なのでぜひ会員になるメリットとして考えていただければなと思います。はい、じゃあそれでは次のコーナー行きましょう。読書トーク。このコーナーでは皆さんからいただいた読書に関するテーマについてゆるゆる話していこうというコーナーです。毎回1つか2つ程度お便りとともに話していければと思っています。じゃあ行きましょう。1通目のお便り、はい、トモクルネーム人間の言葉をしゃべる豚さんからいただきました。いつもありがとうございます。お二人は本を読んでいて失敗したと思った経験はありますか？
私はシリーズものだと知らずにラストの巻を読んでしまい、後からシリーズを順番で読むことでとんでもない破壊力を出す作品だと知って絶望した経験があります。皆さん、野崎窓メディアワーク作品を読む際は近くの野崎窓有識者に読む順番を確認してからにしましょうね。豚との約束だということで、野崎窓で失敗したんですね、こういうのは。なんか絶望してる顔と手がすごく目に浮かぶようですけれども。なるほどね、確かに。これはあるあるですよね。シリーズだとして特にシリーズ名あんま書いてないやつからじゃないですか。ありますね、うん、全然タイトル違くて、あ、これ繋がってたんですかみたいな、5作分の4から読み始めたんですけどみたいなの、ね、結構あって、知らない人は知った顔で出てくるっていう。そうなんだ誰だと思ったら前の巻で紹介されたみたいなね、なんかそういう、まあそれと似たようなじゃなくてもいいですけど、なんか渡辺さんとか失敗エピソードあります？僕はミステリーでですね、アガサ・クリスティのマクロイド殺しという、本があるんですけれども、はい、まあ、それのネタバレをもううっかり見ちゃって、叙述トリック系の本なんですけれども、まあ、それをちょっとウィキペディアか何かでちらっと見ちゃって、まあ、ウィキペディアにはネタバレを知っても、ウィキペディアじゃないか、ネタバレを知っても楽しめる本だみたいなことを書いてあったんですけども、いや全然ネタバレ知らない方がよっぽど面白いと思うので、何も見ずにもうさっさと読んでほしいと思います。そうね、まず1回目はね知らないまま読んでから、で2回目も読む魅力あるよっていうことなんでしょうからね、本当はね。うん、だから読んでないのにネタバレされたくないはめっちゃわかります。なるほどね。私もね、そのアガサ・クリスティで同じオリエント急行殺人事件をブックオフで買ったんですよ、はい、そしたらそれを意気揚々と読み始めたら2ページ目ぐらいにこいつ犯人って鉛筆で書いてあって本当ふざけんなよと思って、テロそうあれはひどい。そう、まあ、正直そこで読むのやめて、私はそいつが犯人なのか知らないんですけど、なんかちょっとブックオフ、まあ、古本で買うときは書き込みないかだけは本当に見た方がいいなって思いましたよ、その時。こいつが犯人か、こいつが犯人って書いてあったんですか。うん、そうです。あ、じゃあそれでももしかしたら読んだ方がいいんじゃないかな。読めって楽しめると思います。ああ、そう、まあ、まあそうかもしれないちょっとでもね、ちょっと余談入っちゃうからな。ああ、そうですか。まあまあ面白いって面白いですね、本当にそうかっていうね、あるし。ああ、まあそうだ、ね、そうそうそう、確かに。だってでもオリエント急行は多分いけます、ね、あ、いける、はい、いけるんですか。本当にネタバレ知らないんだったら読んだら。あ、本当に答え合わせはした方がいいか。分かりました。まあそれはじゃあ今後やります。はい、福さん何かあります？そうですね、私はですね、新刊が出たぞと思って買って帰ってきたら家に同じ本があった、同じ缶があったっていう。超あるあるですね。あるあるですね。いや、分かる。意気揚々と読んでて、なんか先の展開分かるなあ、そこまで気づいてないっていうね。おー、すごいなあ俺って思って読んでて、本棚を見るとそれは珍しいですね。あれ、同じ感があるなあそういうことか同じ本があるだけじゃなくて途中まで読んでた俺すごいなまで言ってるんだけど、激かわいいじゃん。ちなみに私失敗もう一個あって、まあ、たまにやることなんですけど、よく結構寝る前にベッドでこう仰向けになってこうやってね本を読むことがまあたまにあって、でそれでちょっと疲れてた時に、まあ、そのまま寝落ちをするという時にですね、まあ、上に本があるわけなんで、スルッと本が抜けて、まあ、私の額に刺さるっていう結構、まあ、文庫とかだったらまだいいんですけど、その時に結構ハードカバーのなんか500ページぐらいあるやつをドンキ持っててちょうどねガンって刺さって死ぬほど痛い思いをして、はい、その晩眠れなくなったことがありました。さっきまで眠かったのにそう眠気にやって眠くなくなってしまったっていう、はい、ちょっとね失敗経験はいくらでもございますけれども、はい、ということで、はいはい、支えてくれるやつで、あ、そうそうそう、あんね、その台ね、買おうかなって結構思ってたんですよね。あれ落ちたりしないですかね。いや、あれは落ちない。あ、でもね、なんかレビュー動画とかたまに見るんですけど、うん、結構その商品によって適してる本のサイズとかはやっぱ変わってきちゃうから、結構文庫だったら大丈夫だけど、単行本だと落ちちゃうとか、そういうのはあるみたいですね。あれはそこの辺は適切なものをご購入いただくという
はい、って感じですかね。まあ、じゃあちょっと今回はこのコーナーここまでということで次行きたいと思います。以上読書トークのコーナーでした。はい、それでは次のコーナー、トモクルラジオインフォメーション。はい、ということで蓬莱堂に関するインフォメーションをいくつかお伝えしていきます。まずは4月のイベント実績ですね。4月10日土曜日に20代30代読書仲間オフ会をしました。今年初で緊急事態宣言も解除されたということでリアル読書会を実施しました。でまだねこれでまん延防止対策云々みたいな話とかまた出てきてしまっているのでなかなか安定的にできるかわからないんですけど今後ともねできそうな時にはやっていくというのを意識していきたいということです。はい、で4月18日日曜日テーマ型読書会ということで2021年本屋大賞の感想戦ということで、まあ、4月14日に、ね、本屋大賞発表されましたけれどもそれを10作全部読み切った人が集まるのかな、まあ、全部じゃないかもしれないですけど、まあ、それなりに読み切った勢で集まって感想を話し合うというのをやりましたという会です。それから4月24日ボードゲーム会ということでここはまあ読書そこまで関係なくボードゲームみんなでワイワイしたよという話でございます。で5月のイベント予定をちょっと私からお話ししてしまいます。5月1日土曜日ですねに蓬莱堂でやりたいことを話し合う会というのがございます。蓬莱堂ね公式オープンするした時までもうすぐ1年経ちますということで、まあ、今後蓬莱堂でこういうことやっていきたいよみたいな話をみんなで話していこうという会なので、まあ、ぜひね皆さんも来ていただければと思います。で次5月3日麻雀会ということでこれ初ですよね。なんか実は麻雀好きが何名かいるらしいので、まあ、ちょっと麻雀やろうぜみたいな会をするみたいです。で5月22日土曜日好きなことを語る会、それは青伝さんが主催の、まあ、恒例の好きなことを語る会ですけれども、もう発表者が発表したいことを熱く語るだけ、まあ、だけというとあれですけどそういう熱量の持った会を5月にやりますのでぜひ気になる人はね覗いてみてください。ということでですね、緊急事態宣言解除されたところであるんですけど、やっぱりこうまん延防止云々みたいな話があったりとかして、ね、大阪では史上最高を更新したとか変異種が出てきたとかまだまだ全然予断許さない状況なので、まあ、集まれるときは集まりたいものの5月も引き続きですね感染対策は確実に行ってイベントをやるという感じでやっていきたいなと思ってます。なおイベント等の告知は読書メーター、ツイッター等の SNS で随時発信していきますのでぜひ確認してください。蓬莱堂では地域会員を募集しています。会員になれば会員限定のイベントへの参加、平日、休日問わずフリースペースとして蓬莱堂の利用ができるようになります。本を読む、勉強する、何かしらの作業をする、その場にいる人でボードゲームをやったりするなどフリースペースの使い方は自由です。はい、ということでね、まあ、ぜひ会員になっていただいて、皆さんとねお会いできたらいいなと思います。はい、ということで、今回のラジオはこれで終了になってまいりますが、福さん渡辺さんちょっと今日喋ってみた感想なんかもらってもいいでしょうかね。じゃあ福さんから。私はですね出るものだと思っていなかったのでそうよねまずねまあまあ泡食ってたっていうところですかねすいません直前に行きますとか言ってねあじゃあっていうすいませんでございます、はい、まあまあでもねそれなりに喋れたんじゃないですか楽しくね、うん、まあそれなりに見たのかな、うん、渡辺さんはどうですか。そうですね私はまあ蓬莱堂ライブラリー の苦労した点とか喋れたので、うん、ぜひとも皆さん使っていただければなと思います、うんうん、楽しかったです。はい、ありがとうございます。ということでじゃあそれではいつもですね、まあ、今月の一冊っていうのを紹介して終わりにしたいと思います。今回は福さんから5月におすすめの一冊を紹介していただきましょう。はい、私からのおすすめの今月の一冊は王貞治さんの野球にときめいてです。5月20日はですね、王さんの誕生日です。本書は王会長の半世紀となっています。生まれた時に幼少期から、現役時代、そして巨人の監督を退任された後、そして、ソフトバンクホークスの監督を退任された、そこまでの半生が綴られています。
最近文庫版が刊行されたので気軽に読んでみれると思います。はい、ありがとうございます。福さんね、野球大好きマンですもんね。大好きですね。あ、そうなんですか。そうそうそう、僕もですよ。あ、そうか、そうですよね。野球見に行ってましたもんね、なんかいつしかね。そうです。そうそう、なのでコロナの前に、コロナのね、だいぶ前にね、はい、うんはい、そこでありがとうございます。で、まあ、次回マンスリーパーソナリティはですね、ちょっとまだ未定ということで、まあ、決めたら各種 SNS で流すのでぜひご確認いただければと思います。このラジオでは皆さんからのお便りをすごく待ってます、うん、今お便りを募集しているのは普通のお便り、こんな本知りませんか、読書トークの3種類です。これから募集内容が変わる場合は読書メーター、Twitter、Instagram の各 SNS でお知らせしますのでご確認ください。はい、でぜひこのラジオを聞いた感想がありましたらハッシュタグともラジをつけてつぶやいていただけると大変嬉しいです。すべてひらがなでともラジですね。ぜひよろしくお願いします。ということで、今回はこれで終わっていきたいと思います。ではまた次回も聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。